今回は DM22、ザ・ドラゴニックのバノレアイカのカードを紹介していくぞ。久々にドラゴンが復活したパックですな。まあぼちぼちやっていこう。まずは軽く恒例のおさらいを。いいねー。やっぱドラゴンよなー。個人的にはスーパーデッキの再録で入手したカードが多いけど、黒枠イラストもいいですな。初の特殊勝利効果を持ったユニバースとか、いろいろ面白いカードが多いのがいいよね。それではレアイカのカードに。いつもより多いですな。前回が少なめだったから今回は多めに。正直なところコーレアカードと比べてもそこまで見劣りする感じではないね。今一番使われているのはエボリューションエッグってところですな。確かに他はあまり見かけませんな。ニッチなコンボ前提のカードだよね。確かにこれといったコンボは思いつかないけど、山札から選んで進化元を供給する効果はかなり希少なんだよな。使うのは大型出してからになるから、テンポはあまり良くないけど、登場当初から相性のいいカードは割とあったのだ。ランデスはやめろー。ランデスカードとしてはマイナー寄りなのかなといった印象。次のターンに再利用されることもあるな。自分のビビットロー持ちのカードに使ってワンチャン。それはない。結構解除寄りの電動カードですな。今でもドラゴンは生き生きしてるけどさすがに出す余裕はないか。効果が自分全体のドラゴンに及ぶのは助かるんだけどね。あと使うとするならドラゴンと焼き鳥を中心にしたデッキにしないといけないのがきついのかな。超次元やナイトメタにおいて結構活躍してたそうですな。確かに呪文中心のデッキで1体ならまだしも、2体3体出てきたらもうギブだろうな。ちなみに相手だけ呪文を2コス重くするガチャンコミニロボ1号というカードがあるのじゃ。これはそんなに悪くないけどそれほど強力でもないよね。無難に革命チェンジするドラゴンを拾いに行くのが無難かな。相手デッキにドラゴンを採用せず手札に戻る性質を利用したコンボもあったとか。今後フェニックスが増えるようなことがあれば日の目を浴びるかもしれませんな。5個すでに2体くらい破壊できれば今でも9大点なのかなといった印象。次紹介するカードがかなりヤバい代物だからフェニックス追加は慎重になってほしい。環境で使われた話は聞かないけど書いてあることはかなりヤバいよな。もし3ターンも追加取れればほぼ勝ちだしね。強いて弱点があるとするなら、デッキ構築と回し方がかなり難しそうなところ。突然フェニックス界隈に舞い降りたあいつは一体何だったんだろうな。ドキンダムで攻撃を止めてうんぬんみたいな使い方されたのは知ってるぞ。うまいことブラフに使うのも面白いかもね。強力なドラゴンは山ほどいるから、流行りを見極めて使っていきたいですな。最近だと赤緑アポロだね。その前は JO 対か。どっちも割と最近のデッキだよね。このカードに時代が追いついてきたんだな。当時としては結構いいカードだったんだけどね。レンドラと神がかり的な相性の良さを発揮していたな。アーマードサポート受けられるけど今だともうさすがにね。仕方なし。これは運用次第で現代にも通用しそうな、爆発力を秘めてると思うのだがどうだろうか。一応攻撃をアンタップさせるカードは何枚かあるしその辺と見比べてどうかってところだね。大昔にザルバと組んでループしてたそうですな。やはりマナアンタップはろくなことになりませんな。マナゾーン、山札、墓地、そしてバトルゾーンすべてにフェニックスを追加するユニバースラピアがあるともうすごいことになるぞ。7個吸って重すぎでは。はい。面白そうなカードが多かったですな。これらを活かすならデッキをしっかり調整していくことが重要だね。それではこの辺でー。ドロン。